はいどうもパルでございますと、皆様リゼロの女性キャラ誰がお好きでしょうか。まあ僕自身はね、もう動画内で何度も言ってる通りレムリン倒しなわけなんですけども、本当にねリゼロの女性キャラってね、もうみんな可愛いんですよ。一人一人にねしっかりと特徴があって、可愛いって思うのはもちろん、かっこいいって思う部分もあったりしてね、本当に一人一人みんな魅力的なんですよね。そんなわけで今回はですね、そんなリゼロキャラが大好きな僕のためのグッズと言ってもいいものをね、購入してまいりました。それがこちら。はい、リゼロから始める異世界生活ラバーストラップコレクション、こちらのね3つ購入してまいりましたので開封していきたいと思いますと、今回のグッズはですね全6種全てが女性キャラということで、いやもう僕のためのグッズですよまさに。はい、でねラインナップのを見ていきますと、エミリアタン、レムリン、クルス様、そしてフェリス、アナスタシア、プリシラということで、そうですね、間違いなく全員女性キャラですね。今回のグッズはですね、あのペテルギウスもいないですし、なぜかいつも通り主人公もいないですし、ラムチーという女性キャラを押しのけてまで入ってきたフェリスがいるというね、なかなかカオスなグッズではあるんですけど、まあまあ本当にね、この6キャラみんな本当に大好きなのでね、こちらの方を開封させていただきたいと思います。では行こう。はい、じゃあ一つ目ですね、行かせていただきましょうと、あと、エミリアタン欲しいかな。僕なんか、なかなかエミリアタン当たんないんですよね。なぜかわかんないですけど、レムリー率に全て持ってかれてる感じか。まあ、とりあえず一つ目で行かせていただきましょう、3-1。ハイト、ハイト、ハイト。いや、早速お前かよ。いや、可愛いけど、フェリちゃん。可愛いけどさ。いや、ちょっと、6分の5が女性キャラなのに、お前かよ。まあまあいいでしょ、開けていきましょう。はい、一発目からね、まさかのフェリスということで、でもまあ、みんな好きだよね、男の子。だってさ、もう、これだけ可愛いのにだよ。これだけ可愛いのに、ついてるんだよ。ほんとさ、アニメの23話は泣いたもんな、もう。あの時ほど、うわ、フェリス男らしいって思った時ないもん。あとやっぱフェリちゃんって言ったら5章っすかね、ほんとに。まあ、ちょっとほんと読んでるのがマジで辛かった、あの時は。まあ、2期でね、そこがアニメ化されるかどうかわかんないんですけどね、ほんとに。なんだったらもう小説はちゃんと読んだ方がいいと思う、みんな。まあ、とりあえずフェリちゃんにだったら耳をハミハミされてもいいということで、一つ目はね、フェリちゃんが当たりましたと。はい、じゃあね、二つ目行かせていただきましょうか。もう、フェリちゃんが来たということでね、もう、クルス様、クルス様を当てていきたいですね。二つ目見ていきましょう、3日。はいと。お、プリシラ、プリシラ来てくれましたということで。いや、もう、プリシラは本当にね、5章。マジで。ほんと、プリシラね、5章読んだらね、めちゃくちゃ好きになった、本当に。とりあえず開けよ。もうぶっちゃけたこと言うよ。ぶっちゃけたこと言うと、最初のアニメだけを見た時にね、プリシラ好きじゃなかった。正直。正直好きじゃなかったです、僕、プリシラのこと。うん。でもね、そのしっかりとね、小説の方読んでってね、第5章でマジで惚れた。もうそれ以前からね、もうプリシラのこと大好きだっていう方はもちろん大勢いると思うんですけども、第5章でね、好感度が180度変わりまして、いやもう360度変わりました。もしかしたらね、そのアニメだけ見てね、プリシラのことを僕と同じような印象を持ってるっていう方はね、その小説のね、5章をマジで読んでほしい。本当にみんなマジでプリシラ好きになる、これは。本当に。本当に素晴らしすぎる。プリシラ、もうプリシラ様って呼びたくなるもん、俺だって。はい、そんなわけでね、2つ目はプリシラ様が当たりましたと。いや、メンツが濃ゆい。なかなかにね、パンチが効いた2人を当てられたということで、はい、最後ですね。最後は誰が来てくれるのかということで見ていきましょうか。3、2、1。ハイト、ハイト、ハイト。おー、クルシュ様、いや、来てくれました。いや、このフェリスとね、そう、フェリスと2つ揃えたかったんですよね。いや、かわいい。いや、素晴らしいですね。もう、かわいいというか、クルシュ様の場合は、かっこいいのが正しいか。はい、とりあえず開けていきましょうか。もう僕のね、クルス様の印象は、威風堂々が服着て歩いてるって感じですよね。そりゃ、フェリちゃんが惚れるのもわかりますよ。もうこの二人、本当に好きすぎる。ナイスコンビすぎますよね。で、まぁ、ちょっとね、フェリちゃんの時にチラッと話したんですけど、そのまぁ、5章の前に4章かね、とりあえず4章のね、その小説通り言ったらね、2期の1話でね、いろいろとわかると思う、いろいろと。まぁ、そこはね、ちょっとアニメしか見たことないという方のためにね、まぁ、2期のネタバレは絶対にしないんですけど、本当に2期の内容を全く知らないっていう方はね、そのちゃんとアニメで見た方がいい。まぁ、そのなんだろう、小説読むんだったら、その2期をちゃんと全部見終わってから小説読むでもいいかもしれないですね。それまでね、何も調べたりせずにね、2期楽しみにしていただけるとありがたいです。運営の回し者かな俺。はい、というわけでね、3つ目最後はね、クルス様が当たりましたと。
はい、ここで皆様にお知らせがあります。レムリン記録やっと出ました。今までねレムリンをね 100% 的中してたんですけど、今回はねまさかのメインキャラのねエムリンなんだ。エミリアタンとね、レムリンを当てられなかったという、まあ個人的にはちょっと残念な結果ではありました。まあその代わりね、フェリちゃんとクリス様この二人を当てられて、さらにね、僕が大好きになってきました。プリシュラも当てられたということで、まあまあまあ全然いいでしょう。大好きな女性キャラたちを当てられ、いや一人違かったわ。そろそろスバルキングッズも欲しいね。